ここがアーランド。うん、そう、アーランド共和国一番の都にしてロロナさんのふるさと。すごい、すごいすごいすごいよ。めちゃくちゃ大きい。とんでもなく立派。お母さんはここで生まれたんだ。いいな、いいな。ずいぶんとはしゃいでるな。子供の頃からアーランド暮らしだから僕にはわからん。それはわからないだろうね。アーランドにはなんというか魅力があるんだよ。町の人たちの活気と今まで築き上げられてきた歴史と、いろんな思いの入り混じった錬金釜の中みたいな魅力がね。錬金釜の中。とにかく魅力的ってことだよね。エーファちゃんもそう思うでしょ。おりょ、エーファちゃん。え、あ、すみません、初めてのアーランドなので見入っちゃって珍しいね。さてと、おーい、ルルアちゃん。何ですか師匠。私はこれから営業許可の更新手続きをしてくるよ。だからその間アーランドを見て回ってきたら。え、いいんですか。めんどくさそうなことを師匠に任せちゃって。いいのいいのロロナさんのふるさといろいろ歩いてみたいでしょ。ということで、そうだなあ、後でロロナさんのアトリエで落ち合おう。はい、チーズ。うんうん、ここがお母さんのアトリエなんですね。わかりました。じゃあここで一旦解散とするか。僕も少し用があるからな。あ、私もちょっと行ってみたいところがあって。ごめんね、ルルアちゃん。うん、気にしないで。それじゃあ後でまた。よし、お母さんのふるさとアーランド、いろんな場所回ってみちゃうぞ。何するんだっけ。ございました。ヒューヒュー、最高だぜリオネラちゃん。さすがアーランドの舞姫、しびれちゃうよ。あら、いらっしゃい。初めての方ですよね。じゃなくて、私ルルアって言います。あれ、なんで名乗ってるんだろう。ごめんなさい。はじめまして、ルルアちゃん。私はリオネラ、このアラホロ邸の店主です。アラホロ邸。ええ、おいしいお酒とお食事と、あと歌と踊りを提供するお店なんです。
歌と踊り。そういえばさっきリオネラさん、アーランドの舞姫って。そうだぜお嬢ちゃん、リオネラちゃんはアーランド一の踊り子なんだ。子供の頃から各地を巡り踊りの修行を積んできた苦労人なんだぜ。アーランド一の踊り子。ちょっと恥ずかしいからそういうことは言わないでください。ルルアちゃんは見たところ旅人みたいですね。はい、私アーキュリスから来たんです。アーキュリスから。アーランドへようこそ。そうだ、お仕事を受けてみませんか。お仕事？ええ、うちのお店では依頼のアステンもやってるんですよ。旅、私も昔は苦労したの。お財布落としたりね。そうだったんですね。確かにお金はあって困ることはないし。わかりました。もしよければお仕事紹介してください。それじゃあ決まり。依頼を受ける気になったらいつでも言ってくださいね。朝仕入れたばかりでして、非常に質の良い高級品なんですよ。お、師匠、お買い物ですか？ああ、そうよ。やっぱりアーランドは楽しいわよね。いろんなものを売ってて目移りしちゃう。無駄遣いしないように気をつけなきゃ。そうですよね。私もついつい買いすぎちゃいます。あら、それはいけないわね。よし、せっかくだし一緒に買い物しましょうか。そうすれば買いすぎも止められるし、材料の目利きも教えられる。どう？あ、いいんですか？ぜひお願いします。うん、じゃあ行きましょう。巡ったわね。そろそろ帰。ねえ、そこの君、美人さんだね。どう？これから食事でも。あら、かっこいいお兄さん、ごめんなさいね。今は妹と一緒なの。だから声をかけるならまたの機会にしてちょうだい。そうか、それじゃあ仕方ないな。ナンパですか？そうね、そこら辺によくいる冴えないナンパ師でしょ。手厳しい。断るのをずいぶん慣れてましたけど、もしかして？ええ、よく声をかけられるのよ。大方服装が珍しいせいだろうけど。いやいや、違いますよ。絶対師匠が美人だからでしょう。こら、ルルアちゃん、師匠をからかうじゃありません。いやいや、からかってなんていませんってば。髪の毛サラサラだし、肌も綺麗だし、とっても綺麗だなっていつも思ってるんですよ。師匠のこと羨ましいです。な
とナンパされないうちに。さあ、あれ、師匠顔が真っ赤だ。そんなに恥ずかしかったのかな。師匠待ってくださいよ、師匠ってば。あれ、鍵がかかってる。パール、よいしょっと。はい、ん、人がいっぱい。ここ何のお店なんだろう。よし、包丁の修理終わったぜ。さ、持ってきな。おお、助かったよ。さすがの腕前だね。そいつはどうも。いらっしゃい、用事はなんだ。なんとなく入ってきちゃっただけなんだけど、ここは鍛冶屋さんですか。ああそうだぜ。俺の名はコール、このハゲル&コールアクスの店長兼職人だ。コールさんですか。私はルルアって言います。よろしくお願いします。ルルアか、なんとなく知り合いに名前が似てんな。ま、いいや。見ない顔だが、ルラはアーランドに住んでんのか。お、いえ、アキリスから旅をしてきたんです。アーランドはお母さんのふるさとでして。へえ、そうなのか。そいつはいいや。旅してるならうちの店はうってつけだぜ。武器に防具、バグに日用使いの金属用品、ハゲル&コールワークスで揃わないもんはない。こうして出会ったのもなんかの縁だ。うちの店どんどん使ってくれよな、ルルア。はい、ぜひぜひ。1名様ご案内。あ、無意識にお店の中に入っちゃった。でもまあいいか。すみません、おすすめをください。おすすめね。さてどうしたもんか。困っちまったな。このサンライズ食堂店主ビルト、お客様にはおすすめのもんしか出してないもんでね。ビルトさんですか。ああその通り。お嬢ちゃん腹が減ってんのか。
お腹と背中がくっついて今にもペラペラになっちゃいそうで。そんなにか、面白い、気に入った。お嬢ちゃん、名前は？ルルアです。エルメルリア・フリクセル。おうほう、フリクセル。フリクセル？フリクセルってまさか。お嬢ちゃん、あのロロナさんの妹さんか何かなのか？いえ、娘です。ロロナは私のお母さん。娘？へえ、そいつは驚いた。実は俺の師匠はロロナさんの幼なじみでね。そうとあっちゃ、超おすすめの料理を出さねえと。ちょっと待ってろ。よし、できたぜ。ビルト特製ハンバーグ。さあ、食ってみな。とっても美味しそう。いただきます。ならよかったぜ。幸せ。ありがとうございました、ビルトさん。お代は？いや、いらねえよ。ロロナさんの娘からお代をもらうわけにはいかねえからな。いやいや、さすがにそれは。払いますって。いやだ、絶対受け取らねえぞ。まあ、じゃあこうしよう、ルルアちゃん。またうちの店に飯を食いに来てくれ。ルルアちゃんの食いっぷりは見てて気持ちいいからな。だからちょこちょこうちに来て、さっきみたいにもりもり飯を食っていってくれよな。わかりました。本当にいいのかな。いいんだって、俺がいいって言ってんだ。遠慮すんな。うまいものを食ってりゃ心も豊かになるもんだ。だからサンライズ食堂よろしくな。はい、わかりました。ビルトさん、ごちそうさまでした。立派な鍛冶屋さんに、美味しい食堂に、アーランド一の踊り子さん。アーランドってやっぱりすごいな。楽しいものがいっぱいだよ。さすがお母さんのふるさと。さて、それじゃあいよいよお母さんのアトリエに。ここをこうすると、ほら！うわ、すっげー！ハトが出てきた！うわー！どうしてどうして？魔法みたい！その通り！お兄さんは魔法使いなのだ！種も仕掛けも一切ないよ！だよね。でもすごい、本当に魔法みたいに見える。こら、だから本当に魔法だって言ってるだろ。私は魔法使い、
種も仕掛けもないんだよ、多分。うわ、聞こえてた？地獄耳。君の声はよく響くからね。アールズの件はご苦労様。プニプニから聞いたよ。はあ、プニプニから。あなたは。ああ、そういえば名乗っていなかったね。私はフィクス、さすらいの手品師だよ。手品師？さっきは魔法使いだって。あ、そういえば名乗っていなかったね。私はフィクス、さすらいの魔法使いだよ。ごまかそうとしても無駄ですよ。フィクスさんは手品師さん、覚えましたからね。くぅ、私としたことが失敗してしまったね。それで君は？私はルルア、エルメデリア・フリクセル、駆け出しの錬金術師で。こら、そこのお前。お？何をやっている？工業の許可証を見せろ。おっと、めんどくさそうなのに見つかった。許可証？そんなの持ってるわけないじゃないか。許可なく工業をすることは許されていない。警備団団長として拘束させてもらうぞ。拘束ね、あんまり好きな響きじゃないな。第一、手品をするのに許可がいるのかい？やれやれ、窮屈で仕方ない。社会で生きるってのは大変だね、ルルアちゃん。そうなんですかね。悪いのはフィクスさんのような気が。あ、やっぱりそうなるかい？じゃあ私は逃げるとしよう。それじゃあまたね。ははは、のはー。待て、逃げ足の速いやつめ。近頃はどうしてこう細かなトラブルばかり。お疲れ様です、ステレクさん。ん？もしやルルア君か。大きくなったな。気づかなかったぞ。でしょでしょ、身長も結構伸びたんですよ。お母さんのことを追い越しちゃったかも。そうだな、確かにロナ君よりもう大きいかもしれない。やった。それはそれとして、ステルクさん、お母さんのお仕事まだ終わらなそうですか？ああ、毎日依頼がひっきりなしでな。まだしばらくこちらには帰って来られないようだ。そうですか。お母さん、ちゃんとご飯食べてればいいけど。これではどちらが娘かわからないな。おっと、すまないが次の仕事の時間だ。ルルア君、せっかくアーランドに来たのだから思いっきり楽しんでいくといい。それではな。お、行っちゃった。ステルクさんも相変わらず忙しそうだな。まあそりゃそうか、あの警備団の団長さんだもん。お母さんと同じくらい。ううん、それより忙しいよね。ほんじゃ改めてお母さんのアトリエに行くとしますか。
お母さんが錬金術の勉強をしたアトリエ、一体どんなところなんだろう。何するんだっけ。早かったな。てっきり一番最後に戻ってくると思ったが。お、二人とも、そんなことないよ。私はちゃんと自制ができる大人だからね。大人ね。そういえばルルア、僕はいつまでお前の護衛をすればいいんだ。アーランドまでは来たわけだし、もう僕がいなくても。せっかくだしもうちょっと手伝ってよ。私たちアーランドに詳しくないし、それにオーレルがいると頼りになるからさね、エヴァ。うん、とってもだからね、オーレルくん。はあ、仕方ない。だがあと少しだけだぞ。僕だって暇ってわけじゃ。はあ、あ、みんな、まさかもう帰ってきてるとは。へへへ、師匠も油断してたみたいですね。でもどうしたんですか、ため息なんてついて。まさか手続きがうまくいかなかったとか。あー、いやそういうわけじゃないんだけど、ロロナさんがあんまりにもすっぽかしすぎて、その、あー、やっぱり私からは言えない。ね、ルルアちゃん、今からアーランドの議会に行くわよ。議会にですか？またどうして？議会でね、待ってるのよ。今回の営業許可更新の担当者が。ね。担当者。はい、わかりました。議会ですね。ん？なんだか師匠、歯切れが悪いような。気のせいかな。目的っと。行き先はっと。うんうん、なるほどね。これ以上は払えねえな。これでも限界ギリギリまで譲歩してるんだぜ。
ま、冷静に考え直してみるこった。わかりました。なんだ、ルーラーじゃねえか。お、こんにちは。今の方は？ああ、見られてたのか。行商人だよ、行商人。材料の仕入れの話をしてたんだ。ああ、なるほど。だいぶ容赦ない感じでしたね。いやいや、そんなことねえって。市場の動向と適正価格から見ても妥当な交渉だよ。市場の動向？ん？適正価格？ん？あー、まあ別に無茶を言ったわけじゃないってこった。今は鍛冶屋をしてるが、俺の家はもともと行商人の一家でな。子供の頃は俺も行商人として働いてたんだ。だからそこら辺の勉強は今も欠かしてねえんだよ。あー、なるほど、わかりました。つまりあれですね、コールさんは賢い。うん、覚えました。わかってねえなこいつ。ま、いっか。コールさんは元行商人で賢い。コールさんは元行商人で賢いと。元行商人で実家も行商人の一家なら、どうして今は鍛冶屋をやってるんだろう。うん、今度機会があったら聞いてみよう。とりあえずコールさんは賢いと。うん、らっしゃい。まい、まい、まいだり。できたぜ。ルルアに頼まれた片手剣。おお、すごい、かっこいい。スパスパよく切れそうですね。なあ、もちろんだ。だから刀身には迂闊に触るんじゃねえぞ。はい、分かってます。しかし剣はやっぱり作ってて楽しいぜ。こいつは威力よりも取り回しを重視した剣だな。やっぱり剣といえば武器の花形。その分性能を上げるノウハウも蓄積されてる。だからいろいろ細かい工夫をしてあるんだぜ。例えば他にもだな、鞘走りを良くするために。ルールは聞いてんのか。ルールは、この剣の工夫はそんじょそこらの鍛冶職人じゃ真似すらできねえ。おい、ルールは、ルールは。さすがオーレル、とっても強いんだね。らっしゃい。頼まれた通りに作ったけどよ、これ本当に女の子が使うのか？はい、そうですよ。
私の幼なじみはそれを軽々振り回すんです。いや、どんな筋力してんだよ。これ俺でも持ち運ぶの苦労するんだぜ。おー、エーファは意外と力持ちだからな。昔から育児院の仕事をバリバリこなしてましたから。そういう問題か。そういう問題なのか。まあ一応取り回しがいいように改良はしといたぜ。方針の強度も上げてあるけどよ、やっぱりバズーカは殴るものじゃなくて撃つもの。あ、そこは大丈夫です。ちゃんと砲弾もぶっ放しますから。いや、だからそういう問題なのか。なあ、俺がおかしいのか。はあ、もう突っ込むだけ無駄か。まあ、持ち主によろしくな。はい、好きなだけ振り回していいよって言っておきますね。武器の使い方ってのは十人十色なんだな。こいつはチャクラムだ。チャクラムですね。どこからどう見てもチャクラムです。なあルーア、お前チャクラムがどういう武器か知ってるのか。もちろんチャクラムです。本当に？ごめんなさい、投げて使うってこと以外知りません。まあ大体それで合ってるんだけどよ。とりあえず投擲武器の一種だ。中央に穴が開いてての、そこに指や腕をかけて回し勢いをつけて投げるんだ。ちなみに波の使い手だと投げっぱなしだ。放り投げても戻ってこない。え、そうなんですか。でも師匠のはちゃんと。ってことはよっぽど修行を積んだんだろうな。大したもんだぜ。へえ、さすが師匠、チャクラムの扱いまですごいなんて。うん、私も今度教わってみようかな。あ、やめといた方がいいと思うぜ。え、なんでですか。チャクラム使えたらかっこいいじゃないですか。チャクラムには重大な欠点があってな、回す指とか腕がめちゃくちゃ疲れるらしい。修行中なんてずっと腕がプルプルしっぱなしって話だ。ルルア、はた、ずっとプルプルなのは嫌だな。おとなしく私は杖を使うことにします。ああ、それがいい。珍しい武器はな、習得もそれ相応に大変なんだよ。うん、なし。錬金術師といえばこれですよね。そうだな、確かに知り合いも杖を使ってたぜ。あれか、錬金術師は杖じゃないといけない決まりでもあんのか。いやいや、そんなことないですよ。ただあれです、普段調合をするときかき混ぜ棒を使ってるので、戦う時も杖が一番しっくりくるっていう。まあ要するに慣れてるからってことか。まあ分からなくもねえな。とはいえ錬金術師ってのは戦士ほどガンガン前に出るもんじゃねえだろ。だからうちで作る杖はなるべく軽く扱いやすいように調整してあるぜ。おお、そんな工
がとうございます、コールさん。いいってこった。そこら辺の調整も鍛冶職人の腕の見せ所ってな。ま、錬金術師全般に言えることだが、あんまり張り切って前に出すぎるなよ。どうにも錬金術師ってのはちょっとつ盲信の毛があるからな。う、言い返せない。気をつけますね。また来て。らっしゃい。何さて、ここが議会だ。ま、元はアーランドの王城だったんだがな。そうそう、王城が冒険者たちのギルドになって、今は議会として使われているんですって。さ、中に入りましょう。ルルアちゃん、その腰を抜かさないでね。ちゃん、さてと、はじめましてだよね、ルルアちゃん。私はトトゥーリア・ヘルモルト。みんなからはトトリって呼ばれてます。弟子で伝説クラスの錬金術師で、いろんなところを旅した一流の冒険者でもある、あのトトリさんですか？なんだかそこまで驚かれると困っちゃうな。でも、うん、私は正真正銘トトリだよ。ルルアちゃんのお母さん、ロロナ先生の弟子の、ね。はあ、師匠、どういうことですか？どうしてここにトトリさんが？簡単な話だよ。アトリエの営業許可更新の担当者が、ここにいるトトリお姉ちゃんだから。
うん、ルルアちゃんを呼んだのはね、先生の代わりに課題をこなしてもらおうと思ったからなの。課題？そう、営業許可の更新って本当は手続きだけなんだけど、ロロナ先生何度もすっぽかしてたでしょ。だから今回は罰として課題をこなしてもらおうかなって。でも先生は今いないから。代わりにルルアちゃんが課題をってことですか？うん、その通り。どう、ルルアちゃん。やってみせます。だって私お母さんの娘だから。どんな課題だってきっとこなしてみせます。うん、なんとかなるなる。よくぞ言った。それでこそ私の弟子だよ、ルルアちゃん。じゃあ課題の説明をしよっか。この近くにボルトガラクセンっていう場所があるの。そこにものすごく強い魔物が出たらしくて、ルルアちゃんにはその魔物を倒してきてもらいたいんだ。え、魔物退治ですか？私全然強くないんですけど。大丈夫大丈夫、錬金術師は道具の使い方次第でどんなことだってできちゃうんだから。なんとかなるなるでしょ。わかりました。どうしよう、みんな。そうだね、とりあえず一回オルトガラクセンまで行ってみる。ああ、それがいいだろうな。敵の強さが分からなければ対策も取れないし、もし弱い魔物ならその場で倒してしまえばいい。どっちにしろ損にはならないだろう。うん、そうだね。よし、お母さんのアタリエのために頑張って魔物退治やっちゃうぞ。何するんだっけ。行き先はあった。よいしょっと。うん、これでバッチリ。取れそうだね。ねえみんな、お願いがあるんだけどさ。みんなも材料を集めてきてくれない？手分けした方がいっぱい集まりそうだし。はい、わかりました。たくさん集めてくるね。それは構わないが、いいのか？あたりからは魔物の気配がするが。少しの間だったら大丈夫でしょう。うん、というわけで任せたよ。あ、おい、たく、やれやれ。まあ確かに心配よね。
手早く集めてくるとしましょう。ああ。さてさて、どんな材料があるのかな。もしかしてピンチ？魔物がいたら切るでしょ。だから別に気にしなくていいよ。いえいえ、そんなわけには。あんな強そうな魔物から助けてもらったんですし。いいっていいって、ほんと気にしないで。うん、すみません。イエルチェさんって強いんですね。私すっごい憧れちゃいます。強い？私が？まあそこそこの腕前はあるつもりだけど、所詮そこそこだからね。私が強いんじゃなくて、ルルアちゃんが弱いんじゃないのかな。うい、それは言い返せない。まあ旅をしてるみたいだけど、護衛からはぐれないようにするんだよ。じゃねー。お、行っちゃった。結局俺できなかったな。ルルア！ルルアちゃん、大丈夫？お、みんな。うん、平気。魔物に襲われたけど助けてもらった。助けてもらった？うん、まあ怪我がないみたいで何よりだわ。まったく、だから忠告したんだ。これからは単独行動は慎めよ。大体。はい、ごめんなさい。すみません、反省してます。はい。
それそれ。植物は錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。作られた機械文明の名残って言われてるわね。昔から冒険者たちが内部を調査してはいるが、未だに全容の解明はできていない未知の場所だな。ねえエファ、ここなんだかフェルスガラクセンに似てない？さすがルルアちゃん。フェルスガラクセンはね、オルトガラクセンと似てるからガラクセンって呼ばれるようになったんだよ。へえ、そうだったんだ。全然知らなかった。魔物、しかもなかなか手応えがありそうだ。油断するなよルルア。さあ行きましょう。迅速だ。おりゃこれでどう？切り裂く。当然の結果だな。君たち、こちらを見てくれたまえ。
さあ今だ、走って。はい。手厳しいな。フィクス、私の名前はフィクス。怪しい、いや助けてもらっておいてなんですけど、怪しいことに違いはないような気が。そうだな、最近じゃオルトガラクセンに来る冒険者は滅多にいない。なのにあんなに都合よく僕たちを助けるとは。お前まさか僕たちをつけてたんじゃ。おい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 、せっかく助けたのにその言い草はひどいじゃないか。いや実は私は方向音痴でね、ここには偶然迷い込んでしまっただけなのさ。本当ですか？うさんくさい。あ、そんなことより、ほらあそこを見てごらん。とても強そうな魔物がいるね。いやー強そうだ、とんでもなく強そうだ。あ、本当だ。ねえルルアちゃん、ひょっとしてあれが。うん、課題の魔物かも。どうしよう、普通の魔物にも苦戦してるのにあんなの。そうだね、もしかしたら誰かの手助けがあればなんとかなるかもね。ということでどうだい、この私を君たちの旅に。ん？リドルが光った。何何？え？本当？どんなことが書いてあったの？ルルアちゃん。すごい道具を作る方法が書いてある気がするんだ。調合に工夫をすれば今までより強い道具を作れるみたい。もっと読み込んでみないと分かんないけど。なるほどな、そんな道具が作れれば確かにあの魔物にも太刀打ちできるかもしれない。いやちょっと待ちたまえ、特別に私が君たちの仲間にだな。うん、一旦アトリエに戻って解読を進めてみよう。おいちょっと君たち、私が仲間にだね。強い魔物と出会った時に都合よく強い道具の作り方が浮かんでくる。やっぱりおかしい、アルケミリドル絶対に何かある。そう、まるでルルアちゃんを手っ取り早く成長させるために。師匠、早く早く。はーい、今行くわ。誰が仕組んだか知らないし、どんな目的があるのかもわからないけど、お姉ちゃんに相談しておいてよかったのかな。これからも師匠としてちゃんと注意はしとかないとね。昔の人はこういう場所に住んでたのかな。出発だね、楽しいお出かけになるといいね。